どうも皆さんこんにちは、 VTuber のちやりでどうも、ゆーまさーん。はい、ということで本日も、はい、びっくりした、幼いのかと思っちゃったよ。押しますよ、はい、押しますよ。ということでこのビルが当たるものは新カール紹介ですね。よっ、はい、4月23日発売、オーライマックス第1弾、オリヤマ逆襲スターマックスより新カード持ってきております、はい、ということで本日の新カード、こちらでございます。はい、あら、ドラップエスカルデン&マックスカルゴトラップ、おい、出ましたね、このカードは。はい、再録ですね。そうです、強烈なやつですね。うん、じゃ早速このカードどういうカードか見ていきましょう。いくぞ、いやー、怖い。はい、ということでこのカード、はい、これトレジャーでございます。出ましたね、トレジャー。はい、このオーライマックス第1弾から一緒にトレジャーというのが増えておりまして、はい、まあ、その中で銀に当たるカードでございます、うん、はい、自然の5マナのツインパクトカードですね。クリーチャーが5マナで、ドラップエスカルデント、ドラゴンギルド、グランセクト、うん、クリーチャー、このクリーチャーでだけ自分の札の上から2枚を表向きにすると、その中からクリーチャーは1枚手札に加えてもよい、残りをマナゾーンに置くということでね、うんうん、まあ、要は1枚手札1枚マナにも置けるし、うん、まあ、2枚マナゾーン1個でもできるというね、なかなか柔軟な強力な1枚でございます、はい、そしてこの呪文側が強力なんです。特に、生のマックスカルゴトラップ、相手のクリーチャー1体選び持ち主マナゾーンに置くと、はい、でその後コスト6以下のクリーチャー1体自分のマナゾーンから出す、うん、という効果を持っておりますと、まあ、攻防一体ですね。そうですね、はい、まあ、大体やっぱ強いのが相手の邪魔な、いわゆるメタクリとかね、はいはい、いるじゃないですか、うん、あれをどけながら自分の6以下を出すというね、うん、非常に強烈な1枚で、かなりこう長いこと便利カードで使われてる1枚ですね。そうですね、例えばあのね、いわゆるよく使われるドラグナー系、6以下で強いクリーチャー結構多いんで、うん、ファイナル流派、ロージャーとか、うん、ロージャーとか、そういうんで、まあ、相手の邪魔な便利でどけつつ、こっちはロージャー出して、さらにドラグハートをつけてね、なんやかんやしようとかね、なんやかんや、はい、しかもクリーチャーがこれドラゴンなんで、そうですね、はい、なんかそういうのでめくれても出せると、確かにいうところが非常に強烈な1枚なんですけれども、このカードもね結構久々の登場でございます ね、 すね。元のイラストはこう飛び出るようなイラストですけども、そうそうそう、今回はねちょっと動物っぽいっていうか、あれ、そうそうそう、まあ、ちょっとね違うデザインでね、うん、これはこれすごいかっこいいですよね。かっこいいですね、はい、こっち側のイラストに、ね、揃えたくなる人もね結構多いんじゃないかと思います、はい、このカードやっぱね、僕結構でもね、あのデンデンの戦略ずっと好きだったんで、はいはいはい、ツインパクトシーズン久しぶりにとデンデンデッキ組み直したくなったなっていうの。そうね、トラップってついてるとね、そうそうそう、ちょっと変わるんですよね。意外とトラップちょこちょこ増えてるんですよあのその後も確かに、その後もちょこちょこ増えて、ちょっとトラップデッキ久々に組み直してくる、ね、そうそう、最近ね、どんどんトラップダウンとかね、そう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 、増えてるんでね、ちょっと組み直したくなっちゃったな。はい、これを機にね、こうやって手に入れて、はい、組んでみる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで、はい、こちらのカード入ってるのは、はい、4月23日発売、オーライマックス第1弾、鬼山逆襲スターマックスにトレジャーと収録されております。はい、いやいやいや、本当にね、トレジャーとはね、そうそうそう、本当にすごいですよ。どん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 新しいトレジャーがね、今、そう、その名の通りのね、ラインナップだったりする、皆さんぜひご期待ください。どれが欲しいのかね、皆さん、ね、いやいやいや、いろいろ欲しいんだよな。そう、あれも欲しいな、結構ね、どれもこれも便利で欲しいカード、そう、魅力的ですよ。何度あってもいいですからね、みたいなカードが、そうたくさん入ってるから、はい、バットの方も楽しみですね。そうですね、まあ、もうすぐでね、スタートデッキも、新しいキングマスタースタートデッキも出ますので、そうですね、はい、皆さんもぜひそちらもチェックしてみてください。はい、そちらで遊んでね、新しいギミックを、魂度ね、魂度は楽しいっすよ。マックス進化も、はい、鬼レクスターズもね、ぜひね、体験していただければと思います。イエス、ということで、ね、これからもまだまだ新カード、そしてね、新しいデッキについての動画がガンガン上がりますので、はい、YouTube の方ぜひね、チャンネル登録、そしてこの動画も知ってもらったら高評価もよろしくお願いいたします。お願いします。そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、ジュエルマスターズ、バイバーイ、バイバーイ。